タルシリーズは、サンライズ制作による日本のアニメーション作品のシリーズである。TB シリーズ、OVA、ウェブアニメ、ラジオドラマ、小説などの作品が存在する。ここでは、マジンエ伝ユーデン渡るに関する世界観、メディアミックスの種類についての簡易的なものを示す。詳細は、該当項目と、マジンエ伝ユーデン渡るシリーズの登場人物を参照。 すべてのストーリーはつながっているように見えるが、監督や作家の手により意図的に世界観や背景設定が異なる部分がある。例として、アニメの超魔人英雄伝渡るは構成上1、2の続編の後、渡る3へつながるはずだが、世界観や設定が後付けされた結果、明らかに矛盾する完全につながらない箇所も存在する。魔人英雄伝渡るという作品は、 いろいろな点で日本のアニメ文化においてエポックメイキング的なものを数々残した作品として有名である。これらの事象のほとんどは意図的に行われたものではなく作品の人気が後押しした結果である。いかにその概要を述べる。かように斬新な試行錯誤が功を奏した作品だが企画自体は4年前のガラットのコンセプトを踏襲しデザインは並行制作されていた。 ドラグナーなどから転用され、デザイナーはじめ一部スタッフも共通し、当時定番だった企画やき直し手法の例外ではなく、過去の失敗作をバネにして、ヒット作を実現していたと言える。すべて文化放送系。括弧内は放送時期。放送時は、ドラマと声優によるトークの二部構成。ドラマ部は後に CD シネマ化された。ラジメーションと異なり、カセット。 CD などが書質となった音声のみで紡がれた外伝的物語。僕の虎王シリーズのみ、ラジオ、虎王物語内で放送された。この他にもアニメ放送当時のコロコロコミックでは、別冊や増刊号を中心に、渡る本編やプラクションを題材とした様々な読み切り漫画が掲載されていた。特に、アニメ終了後に発表された、 新魔人英雄伝渡るへとつながるストーリーである魔人英雄伝渡る秘密外伝の2作品はその後に発売されるプラクション工程流の機運を高めた本作と他作品のキャラクターが一つの作品世界に集結して展開されるいわゆるクロスオーバー作品ではどの作品もアニメ基本的には第一作を原点として登場している フィギュア関連書籍関連ビデオアニメキャラクターであるマジオをメインに SD にデフォルメ。ガングを主軸としてストーリーが組まれたシリーズ。パロデンと同様アニメキャラクターであるマジオをメインにこちらはリアル闘神にデザイン変更。渡るワールドの古代伝説風の物語に組まれたシリーズ。プラモデル以外にもメディアミックス化したが短期終了。ありがとうございます。